千葉県立柏北高等学校は、千葉県柏市に所在した、公立高等学校。略称は北高。2007年3月に、千葉県立柏西高等学校と統合し、千葉県立柏の派高等学校となった。第2次、ベビーブーム世代の高校修学対策の一環で、柏市内5番目の県立高校として1980年4月に、新設された。 しかし2005年8月のつくばエクスプレス線開業まで長きにわたって、最寄り駅から遠かったため、交通の便が比較的悪く、志願倍率が高くはない状況で推移した。2003年11月に千葉県教育委員会が柏北高と柏西高との統合案を発表した。統合振興は、旧柏西高校舎を使用するため、 県当局は統合と称しているが、北高関係者にとっては事実上の廃校である。統合理由として、県当局は北高周辺の土地区画整理事業による、現部分の工事取得が、財政上混乱かしわしを含む、第三学区の生徒数減少による教員の適正、数配置の混乱性高周辺の東京大学や千葉大学などとの連携や、 北高の情報コースを発展させ情報化を設置するなど統合振興の教育の特色化などを挙げており、検討局は一貫して統合を推進した。一方、柏市長、柏市教委、柏市中学校長会、北高 PTA、北高生徒会は統合に反対し、北高存続要望提出、統合理由の説明を求め請願し、署名活動などをしてきた。 検討局は説明会でのやりとりを除き、説明のないまま正願を却下し、統合案を決定した。平行になることと統合案の決定までの過程で、十分な説明や議論のないままに決定された。なお、公社存続公である柏正公サイドからは、こうした統合反対の運動は皆無だった。また、北高統合案発表前の段階で、 北高敷地に隣接する保留地の購入、または退職予定がないことを区画整理事業を実施し、保留地を所有する都市基盤整備公団に回答したこと、その一方で、同流地に公団側負担により学校機能維持のためのグランド設備工事が進められていること、廃校後の用地は公団が取得したい意向であるとの関係者証言が、 あるなど、北高廃校に関係機関の思惑が、浮上しているなどの報道もある。JR 常磐線、北柏駅より、東武バス18分、小青田バス停下車。つくばエクスプレス、柏田中駅前。柏市民新聞2003年11月28日、2003年12月12日、2004年2月13日、2004年3月26日。 ありがとうございます。